セーフーマン・ノリコは、日本の現代音楽作曲家。和歌山県生まれ。愛知県立芸術大学を卒業の後、ミルスカレッジでアルビン・カランに支持する。カランのすすめで、バルター・ツイン・マーマンを紹介され、ベルリン芸術大学でツイン・マーマンに支持する。ヌーボー・アンサンブル・モデルン主催国際作曲フォーラム、入選、アカデミー・シュロース・ソリチュードのアーティスト・イン・レジデンス。 ニーダーザク選手のアーティスト・イン・レジデンスとして、シュライヤーン、また、ボルプス・ベーデに滞在する。2007年は、ベルリン芸術賞の奨励賞を受賞した。2006年には、現代音楽のフェスティバルメア・ツェムジークで、音楽劇、MM を上演。2007年度ナウエシ進ン,ン音楽祭で、高橋明のピアノと、南西ドイツ放送公共楽団のための新曲を、初演。 2003年に関東学院大学同志社女子大学で講演。2007年から2009年まで和歌山大学教育学部の専任講師、准教授。現在は再びベルリンを拠点に活動中。デビュー作となった60層俳句においても音色のさを聞き続ける態度が備わっていたが、現在ではよりよく聞くことをテーマに据えた活動を行っている。 自作自演によるピアノ演奏も一曲一時間という長い持続の中で様々な音色を置いてゆく。また楽器以外のものを使ったパフォーマンス活動も行っており、単なる音響芸術の域にとらわれない表現技法を追求している。ありがとうございます。